よっ、こんにちは、西村ももかです。今の収録前にこれを撮影しているんですけども、ということはメルトンさんに名刺の企画でございます。今回メルトンとオーバーマスで勝負するんですけども、絶対に勝てないのである企画を思いつきました。プロゲーマーにおねだりしてどうにか勝利を勝ち取れということで、この後1対1でメルトンと勝負するんですけども、その最中にメルトンにおねだりして勝たせてもらおうという企画でございます。メルトンが得意の FPS で負ける姿を絶対に見せてやるぞ。よー、こんにちは、西村ほのかです。メルトンでーす。今回の企画はオーバーウォッチミステリーデュエルでプロゲーマーに挑戦してみた。マジで？え、何？はい、なかなか挑戦的じゃない。まあ、とはいえミステリーデュエルってどんな内容なんですか？ミステリーデュエルはワンオンワンだね。お互い一緒のキャラクター同じコンディションでワンオンワンすることができるから、超対等の勝負だからね。まあそっか、うん、そしたらもしかしたら勝てるかもしれないっていう。まあでも手加減はしませんよ。かかってこいや。それではやっていきましょう。じゃあおブラックフォレスト始まった。ジャンクラット、え、なんかそっちのジャンクラットなんかかっこいい。さっき見た目なんか変えたんだけど、待って、はい、あれこれ、あれエイム必要ないやつか。どこだ、マジどこ行った。いた、うるえ、はいはいはい、あ、ダメダメ、アイムアイムアイムはエイムはどこ行った。やだおれ、やだ、ねえ、待ってちょっと待ってよ、ひどいよ。何もした。メルトンといえば SR、 俺といえば SR。 やめろ、怖い。くそ、顔出せ顔出せ顔出せ。おい、ひごり顔出せ。ほらどこ行きやがった。あれ、いなくなった。いや、ここは和田悟る。あ、違う、ここだ、西村ほのか。やばい、うわ、おいおい、あぁ、くそ、主人公補正耐えやがって。あれねぇ、最強、ねぇ、最強とかじゃなくて最強、ちょっとさ、手加減とかないの。最強勝負に手掛けるし、失礼じゃないか。お願い、対戦相手に失礼じゃないか。待ってちょうだい。回る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 、あ、頭いいですね。うるさいよ。そうだよね、よく言われる。人に銃を向けちゃダメって。習わなかったの。習ったよ、習ったよ、習ったけど俺は例外ってや。それメルトンでしょ。あ、これもしかして戦わずして勝つってできるか。これもしかして、どうした、顔出してこいよ。俺にビビったか。俺の強さにビビった。よっしゃよっしゃ。見えるぞ、俺には見える。不正行為をしなくてもこれは勝てることができる。スッ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 、マジだ、怖くない。なんか遮蔽物使うの FPS プレイヤーっぽくてやだな。どこ行った。いや、マジやばいマジやばいマジやばい。アイディシュー、よっしゃ、やべえやばい、ガチやばい。やめろやめろ。こういう時はね、気を使って負けるということを覚えてほしいんですよ。
ここは俺の左。やり合おうじゃん。美しい、美しい。俺は綺麗、美しい、紳士。やばいやばいやばい。やったぜ。どういうもの。いや、その攻撃に出るぞ。うわ、回復しちゃう。エルチェ回復だぞ。その少ない HP で俺を倒すなんてラウェブでしかないから。やったー、ほんとに。あー、その方の見た目の方がかっこいい。あ、俺のがかっこいいだろ。あの、はだけてた方がかっこいいんだよ。いや、待って、俺これで FPS プレイヤーっぽいことするわ。これね、実はおはこれチートを使っていなくても敵の動きが見えてしまうんです。はい、俺が教えた技を間違えました。スキル、はい、間違えましたね。ちょっと捨てる。あ、いった。ふい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 。あ、ちょっと、エイが目で分かってんのに。やべ、頭でめっちゃ分かってんのに。いや、気持ちはね。よし、よかった、マジ負けるかと思った。本当に焦った。俺ちょっと本当に引退しようか考えたのか。ひどいわ。いや、普通にアッシュで頭抜かれた時にびっくりしたな。悔しい。マジだね。マジ悔しい。超危なかったな。いや、最後のやっぱ狼は勝ちたかったよ。そうだね、半蔵くんね。半蔵は確かにメインキャラの質やってたもん。うん、ということでですね、今回はおねだりして勝利を勝ち取る予定だったんですけども、普通にやっても全然何回か勝てちゃいました。いや、途中で4対3だったんだから、やべ、マジでやべ、企画だとしてもこれまずいと思ってまず負けたくなくて途中抜かしたもんね、ほのが。そう、いや、普通にビビった。負ける気幸せがなかったから。いつでもメルトンさんは手を抜いてくれないですよ。そりゃそうだよ。いや、勝負の世界で手を抜くやつは、そいつは失礼なやつだから、無礼だぞ。初心者ですもん。まあね、そう、初心者って上級者にとって気持ちいいものだから。確かに、炎のテトリスを本気出しちゃうな、初心者相手でも。やめて、絶対そんなこと言ったら、なんか、じゃあテトリスやりましょうか、メルトンさんそろそろ負けてほしいですしね、とか絶対言っちゃうから。確かに。でも、私、オーバーウォッチの性能ありますよね。ちょっとビビったね。本当に頭抜かれた時はびっくりした。え、これ本当に西村ほのかな、これ和田悟れなんじゃねえかと思ってた。これその名前だそれ。いや、でも FPS うまいんだな、もうね、やっぱり。そういうことは。てか、なんか普通の人ってまっすぐカメラを操作しながら走ることすらできないから、なんか、うん、あ、普通に FPS できるんだなって。私プロゲーマーになれますかね。いやー、なれないって言っとこう。目指さないでくれ。気にはなれない。なんでだよ。だって追いつかれたら嫌だもん。追いつくよ。やめて、本当に。むしろ違うじゃん、これでもさ、一緒にさ、芸能界1位、目指そうねっていう。あ、そうだね。趣旨を忘れてた、俺師匠と師匠だね。ライバルと思わないでほしい。そうだね、忘れてた。仲間だな。そう、仲間。仲間。仲間。今日の動画が面白いと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。